持続可能な少子高齢社会の実現というものをミッションに掲げておりまして、高齢領域、そしていわゆる少子化対策の領域、この2つをやっております。で、高齢対策においては、在宅医療介護領域で、もう一つが児童福祉領域になっておりまして、在宅介護領域においてはですね、介護領域の地域資源情報を集約するプラットフォームの、ミルモネットというものを展開しております。ミルモネットはですね、基本的にはこのケアマネージャーさんですとか、いわゆる介護現場の専門職向けのウェブプラットフォームになっております。介護事業所等のですね、在宅の事業所を検索できるようなサービスになってまして、全国ですね333自治体に展開をしておりまして、北は北海道から宮城、東京、横浜、そして大阪、福岡ですね、こういったところに今展開をしております。検索できる事業所については15万9000事業所が今検索対象になっておりまして、でうちのですね、ミルモネットのシステムを導入している事業所数については現在2万事業所ほどになっております。具体的にはですね、一つ一つの事業所のリハビリテーションの種類ですとか、レクリエーションの中身、あとはですね、そのリハビリに使うような機材の内容ですとか、そういうところまで網羅しておりまして、事業所あたりだいたい300項目近くの詳細情報をですね掲載しております。でこれによってですね、いわゆる一人一人の高齢者さんの細かなですねニーズに合わせてですねマッチングができるというふうなものになってまして、ケアマネさんがこうチラシをひっくり返したりですとか、いわゆるカタログを見ながら選ぶというものではなく、検索しながらですね、非常に細かな情報を利用者さんに提供できるというふうなサービスになっております。利用者様のニーズっていうのがだんだん多様化していってまして、短時間のところがいいとか、カラオケをやってるところがいいとか、麻雀とか、いろんな要望がある中で、その要望があるごとに事業所に電話して、カラオケありますかとか、麻雀してますかとかっていう聞かなきゃいけなかったんですけれども、画面で探すことができるので、とても時間の短縮にもなりますし、助かります。でそのミルモネットはですね、この社会保障の領域において公平性を担保する、非常に大事なデータベースになってきますので、そう考えるとやっぱりその課金モデルとして、お金払ってるから掲載するというモデルだと、どうしてもお金持ってる人しか掲載できなくなってしまうと。でこれではうちの理念から反するということもありますので、公益性の観点から平たくですね、提供するために、こちらのミルモネット自体は非営利事業と位置づけまして、掲載完全に無料にしまして、全ての事業所が平たく情報が載っている状態を目指すというものになっています。ミルモプランはですね、ケアマネージャー向けのですね、ケアプラン作成業務に対してですね、AI によって支援をしていくというふうなコンセプトのシステムになっております。ポイントとしてはですね、この業務の生産性向上というところと、ケアプランの質自体の向上と、この2つを目指しています。ケアプラン作成におけるですね、視点の漏れというのをですね、AI によってサポートしながら、細やかな言い回しのサポートですとか、仮説のですね、想起を広げていくみたいなことをですね、機能的にやりまして、質の向上が実現できるというものになっています。で、あともう1つポイントがですね、先ほどのミルモネットと、ミルモプランのこの AI はですね、連携をしていまして、いわゆる利用者さんに対してどういうケアが必要かという目標とですね、そのサービス内容に紐付けた形で、じゃあその利用者さんのお宅から5キロ圏内でそのサービスが実現できる事業者はどこなのかというところも、ミルモネットのデータベースと紐付けながらですね、 AI がご本人に合ったものもですね、近しいものを選んでいくというところになってまして、その選択肢をケアマネさんに提示をし、ケアマネさんのその選択のサポートをしていくと、そんなような人工知能のエンジンになっております。IoT を活用したですね、独居高齢者の方々を対象にした、生活の見える化をするような、モニタリングサービスというものをやっておりまして、その高齢者さんがどういうふうな生活をしているのかというところを、可視化し、そしてその異変だとかですね、変化の予兆を捉えてですね、ケアに生かしていくというものをですね、やっているシステムになっております。でこのセンサーデータをもとにですね、いわゆるその睡眠時間ですとか、トイレの回数、エアコン、テレビ、電子レンジ、そしてですね、さまざまな家電の使用状況が、見える化されます。やっぱり愛に行かなくてはもう状況が分からないという世界から、この IoTAI を使うことによってですね、いわゆる数十人の人に対してちゃんと今日も元気にしているのかというところを把握できたりしますので、いわゆる非対面非接触の状況でも可能な限り人間の物理的な限界を超えてですね、把握することができるというところが、非常にこの中においてはですね、有効なのではないかなということで、実証実験でも非常に助かるという言葉を現場の方からいただいています。
ユニコというサービスをやっておりまして、最近発達障害の子たちが増えているという実情もございますので、もうそういった子たちにオーダーメイドでしっかりその一人一人の個性に合わせたですね、教育をやっていくということをですね、やっている事業になっております。このユニコの領域ですがですね、担当役員がございまして、浜田というものがいます。上野取締役してます、ユニコ本部の本部長の浜田と申します。今現在ですね、児童発達支援放課後等デイサービスを福岡県内で10教室運営しておりまして、発達障害の分野からですね、違いを前提とした子ども自身が学ぶ新しい教育のモデルをですね、作って広めていくことで、少子化における教育問題の解決を目指すような事業を運営しております。子ども自身が楽しみながら学べる療育メソッドとして実践しているので、親御さんの満足度はもちろんですね、子どもたちの満足度もすごく同時に高いっていうのがすごく大きい強みとしてあるかなと思っているところですね。今まではメソッド開発であったりとか、まずはこう運営の体制を整えるっていうところで、福岡を拠点として10教室運営していってっていうところ、まず深くっていうところを取り組んできたんですけれども、これからは広く子どもたちに届けていくっていうところで、九州から関西だったり西日本を中心に、でゆくゆくはこう全国にっていったところで、ユニコも展開していこうと考えているところです。遡ること2012年なので、かれこれもう10年前近くになりますが、前職がですね、いわゆる人事領域 の, IT コンサルタントをやっているおりまして、その仕事をしている中で人事というと介護の先の離職率もそうですし、人が足りないという話をよく聞いていたので、その人事的な課題の中でですね、介護ってよく聞くけど本当はどうなのかなというところで、知り合いがちょうどこうご縁があってですね、介護事業所をやられていたので、ちょっとこう現場に行かせてもらう機会がありまして、でその時にこう介護現場でボランティアをしてですね、人不足の話ですとか IT が全然使われてないとかいうことに初めて気づきまして、一番僕がこの今の会社を作ろうと思ったきっかけになったのがですね、やっぱりその介護の現場はどちらかというとその一人一人に寄り添ってですね、やっぱりその時間をかけてでもやっぱりその心に対して向き合っていくみたいないう姿勢がすごく強い業界なので、そこにですね、すごく人間らしさを感じましたし、この業界すごく大事な仕事をしてるなっていうのをすごく思いましてですね、きっちり人に向かって仕事してる人たちのサポートをするときに、やはり ICT ってすごく力になるなというのを思っていたので、これをぜひ社会に展開していきたいなとところですね思いまして、自分がもともと中学校ぐらいからプログラム書いたりもしていたような人なので、やっぱりこの IT の力をぜひこの介護現場の人たちを助けるために使いたいなというところで、会社をですね辞めてボランティアをして今の会社を作ったというふうな形になっています。やはりその超高齢化にあたってですね、やっぱり一番問題になってくるのが、その介護の現場の人材不足ですね。ここがですね、やっぱり非常に今社会問題になってまして、現在2019年と比較するとですね、2025年までにはですねプラス32万人ということで、もうかなり介護現場で必要な人が増えてくるという中において、2040年はですね69万人不足するということが今言われています。これからですね、その2025年問題という話がありますが、その次の2040年今でですね、やはりこの問題が非常に大きくなっていくという中において、やはりこの介護難民をとにかく出さないようにするというのはどうしたらいいかというところがあるので、この課題自体をですね、解決を正面からやっていきたいという思いでですね、やっております。で、そういった社会課題がある中で、介護界の特色としてあるのが、やはりその中小企業が9割近くに上るというところがありまして、実際その医療福祉関連の中小がですね、全産業分類の中で最も ICT 利活用がですね、できてないというふうなですね、統計は総務省から出てるんですけども、やっぱりこれからですね、人が不足していく中において、やっぱり IT のいいところってですね、いわゆるその代わりにやってくれるとかいうロボットみたいな話がよく先行しますが、そうではなく、いわゆるその会いに行かなくてもコミュニケーションが取れるっていう、これいわゆるものすごく一人がですね、見れるような要介護の方々っていうのが、減ってくるわけですから、こういったものをぜひですね、使っていく必要があるんじゃないかなということを思ってまして、最初はいつもの営業の方が来られるのかなと思ってたんですけれども、来られてお話をしているととても熱意が伝わってきたのと、いろんな小さな事業所でもちゃんとケアマネージャーさんに理解してもらえるようなものが作りたいっていうのを本当に熱く語られたんですね。で、それで私はもう久しぶりにすごい熱いものを持ってらっしゃって、行政とのこととかもしっかり考えておられたのがとても印象的でした。人間でやるところは人間でしっかりやっていただいて、で、人間でやらなくていいところを可能限り IT を使ってですね、効率化していくだとか、あとはその距離を超えてですね、人と人をつないでいくとか、そういうことができるともっとより良いですね、社会になるんじゃないかなということを思ってですね、やっております。
実はフィンランドにですね、うち支社を今構えているんですが、先進国の各国、まあ、同じようにこう高齢化によってですね、やっぱり労働者が足りないと、なんか介護の支え手がもう少ない問題というのはどこも起きてまして、やっぱりその海外でも同じ課題があるのであれば、ぜひこの日本で全世界で一番高齢化が進んでいる国なので、まあ、ここで得た知見だとかソフトウェアをですね、まあ、いろんな国で使っていただいてですね、その課題解決の助けをしていきたいなということを思っています。これからですね、こういった理念に共感してもらえるような方いらっしゃればですね、ぜひこの世界的な課題に対してですね、この問題意識を共有できる方いらっしゃればですね、ぜひ一緒に働いていきたいなということを思っています。テクノロジーを力を使って支えていきたいというところが、あのうちのミッションになっています。高度経済成長を支えてきたですね、この高齢者の方々に対して、まあ、僕たちの世代ができることとしては、そういった人としては当たり前の幸せっていうのをやっぱ守りながらですね、全ての人をしっかり守っていくっていうことをやっぱりやっていきたいなということを思っています。でこれがですね、やっぱりうちの会社のですね、大事にしている、まあ、理念でもありますし、あとは存在意義だなということを思っています。